王朝明狙撃事件は、1935年11月1日に、中華民国首都南京で、中華民国政府の王朝明行政委員長が、国民党左派関東系の犯人グループによって、狙撃され、重傷を負った暗殺未遂事件。満州事変後、中華民国の行政委員長だった王朝明は、1933年5月、関東軍の熱火作戦に伴う、 単空停戦協定の締結に関わった。実際に協定を締結したのは河北政権であったが、これは王や孫家の承認のもとに結ばれたのである。この協定は実質的に満州国の存在を黙認する要素を含んでいたが、これは王の唱える一面抵抗、一面交渉方針の現れでもあった。しかし、抗日派による 王朝明批判は一層激しさを増していった。1933年5月1日、王朝明は、後日の方が反響よりも重要であるという見方を批判し、もし、共産貴族が勢いを得て、超光流域まで犯してきたなら、いずれ中国は、列強各国の管理下に置かれ、日本による侵略よりも一層悲惨なことになるだろうと、述べた。 王はその後も政府内の反対派の批判を受けつつ、日本と戦うべからずを前提とした、対日政策を進めた。日本側からすれば、広田幸喜を外務大臣、茂光葵を外務次官とする和協外交は、日満資産国の提携協助によって、対中国関係の改善を進めて、平和を確保しようとする方向性を持っていた。行政委員長兼外交部長であった王はこれに応じ、 南京総領事の妻や吉郎に対し、満州国の承認には同意できないまでも、石化防止の急務を強調して、中国国民に満州問題を忘れさせる以外にないと語るまでに、対日妥協姿勢を示した。こうした、王朝明の対日優和外交に対し極度に、粉満を持った者たちによって王暗殺計画がなされ、1935年、それは直接行動へと発展した。 11月1日、中国国民党中央委員会の第6次全体会議が開催されるにあたり、実行犯となる26人はそれぞれピストルを携行し、通信記者として厳重警戒化の全体会議に入り込んだ。王朝名と、小海石国民党中央東部1935年11月1日、中国国民党中央執行委員会第6次。 全体会議会開式終了後の午前9時半に、林森中華民国政府主席、小会席国民政府軍事委員会委員長、王朝明行政委員長、軍閥出身の遠釈山、長学寮をはじめとする、国民政府中央委員が中央東部大雷堂前、広場に集まり記念撮影を行っていたところ、王朝明の背後からピストル十数発が撃ち込まれ3発が命中した。 実行犯の中にはカメラマンもいた。王は南京中央病院に搬送され、妻の陳平貴君と後に女性となる南分欠はすぐさま駆けつけた。王は二人に対し心配はいらない。死ぬほどのことではないからと述べた。王は耳の上、左腕、背中に三発の弾を受けたが急所は外れており、生命に別状はなかった。ただし、 背中に打ち込まれた銃弾は摘出することができず、王を生涯にわたって苦しめ、後に骨髄腫の原因となって9年後の1944年、彼を死に至らしめた。事態の急変の中で、いち早く狙撃犯に駆け寄って、犯人を蹴り倒したのは、長学寮だった。王は、これに感謝し、後に長にステッキを送っている。その後、王の護衛兵が、 狙撃犯孫法名を撃ち、直ちに捕らえたが、翌日、彼は死亡した。銃撃後闘争を図った、他の犯人もその場で取り押さえられた。国民党左派関東系で、以前19素事軍の派長だった明日、光通信社記者の孫法名、同じく関東系の実業部政務次長格春東羅系27名が、逮捕された。事件後、警察及び憲兵隊は、 孫方面の所属する明日光通信社を包囲したが、すでに社長以下全員は書類を焼却するなどした後に逃亡していた。焼け残った書類の中からは共産党の伝誕が発見された。狙撃事件以降、紹介席、王朝明合作政権による対日親善外交は破局へ向かっていった。事件当日の正午に国民政府は緊急集会を開き財政部長、 交渉期を臨時行政委員長に任命した。事件発生とともに、上海交際市場には、磁気行政委員長がインフレ政策を取るとする噂から不安が広がり、立ち会い中止措置が取られる事態となった。11月2日、上海の銀行には、群衆が押しかけ、取り付け騒ぎが起きた。11月3日、国民政府は緊急協議を行った。そして、 銀の保有を禁ずる銀国幽霊、鉄道を担保に、イギリスから1000万ポンドの借款を受けることなどを柱とする財政金融政策の実施が、アナリン事業制委員長により発表された。日中提携に関心を持っていた、王朝名が狙撃されたことや、その後に、交渉期によって打ち出されたイギリスからの借款は、中国の自力構成による財政経済政策を干渉してきた。 日本の外務省当局に衝撃を与え、従来の外交政策の変更を迫ることとなった。11月9日、19素事軍の支援を受けていた秘密結社同義協会によって、中山水平射殺事件が引き起こされ、12月25日には、日中関係改善に努めていた、東遊水野江前外交部次長が、上海フランス疎開で暗殺された。一方、 王長明は1936年2月、ヨーロッパへ渡って、ドイツで療養生活を送り、政府関係者とも交流をもって、翌1937年1月までそこに滞在した。この旅では、王は妻の陳平貴君を伴わず、彼女に留守中の情報収集を任せ、腹心の壮中なるを同行させた。この旅は、日本、 中国、ドイツの反共同盟の可能性を探るのも目的の一つであったと言われる。この間の対日交渉は小解析に委ねられたが、そのさ中の1936年12月12日、西安事件が起こった。中国では1936年9月3日には関東省北海で日本人商店主が19素地軍の指導の下で殺害される。 北海事件が起き、9月23日には、上海共同組海内で、日本人水平射殺事件が引き起こされるなど、地日派や日本人へのテロが続発し、日中関係は悪化していった。12月12日の西安事件以降、小解析は、公日路線を取るようになり、日中は全面対立に向かっていった。王朝明は1937年1月の、 中国への帰国に先立って案内状外の声明を発し、反響第一を主張した。しかし、西安で長学寮に連行された後すぐに釈放された張解石はすでに連とも抗日路線に倶り返しており、一方の王朝明は自身の外遊と反響主義によって党内の権威を失墜していた。帰国した王に国民党のポストはなかった。 日中戦争勃発後の1938年、小解析と意見をことにした、王朝明は、重刑を脱出し、フランス領インド市のハノイに拠点を移した。1939年1月、アモイで王朝明のおいじ継高が拳銃で射殺され、3月21日には、ハノイの王朝明の宮居に侵入した4名の刺客が、乱射した銃弾によって、秘書のソナカナルが射殺された。 その後、ハノイを脱出し、上海を経て、日本を訪問すると、平沼喜一郎首相、有田八郎外相、板垣聖志郎陸将らと会談を行い、中央政権樹立による自局収集案を提案するなど、精力的な活動を行った。九百四十年三月三十日、王朝明は南京に新政権を樹立すると、十一月三十日に日課基本条約、 日万化共同宣言を成立させるなど、日中提携に尽力した。1943年12月19日、日本陸軍の南京第一病院。下半身に痺れを感じ、歩行がおぼつかなくなったためであるが、経過は順調で翌日には退院した。しかし1944年に入ると、1月上旬に、左下し、ついで右下しが麻痺して、歩行困難となり、 1>, 1月下旬には下半身不随の渋滞となった。王長明の歩き方から察すると、手術の後遺症とは考えられなかったが、若い頃から体質的な糖尿病を病んでおり、これが症状をさらに悪化させていた。2月、日本より東北帝国大学の黒川俊夫教授が王公館を訪ねて診察し、名古屋帝国大学の斉藤誠教授に応援を依頼。 斉藤教授は、診察を終えると、即座に、王朝明に来日して入院するよう指示した。3月3日、南京を出発した王朝明は、陳壁君夫人と南文傑夫妻、通訳、医師らを同行し、国民政府の工事を、立法院委員長の陳君博と、行政院副委員長の修復会に託して、岐阜県各ヶ原飛行場に到着。 そのまま、名古屋帝国大学医学部附属病院に入院した。医師団は、名古屋帝大から斉藤誠、名修茂を、勝沼清造、田村春吉、三谷達夫、東北帝大から黒川俊夫、東京帝国大学から高木健二という、当時としては、各分野のトップクラスが集められた。病名は後に多発性骨髄腫と診断され、 体内に残った玉を摘出したものの玉が腐食して悪影響を及ぼしたのが原因と考えられた。幹部には腫れがあり、周囲を圧迫するところから入院翌日には第4及び第7胸椎の追求を切除する手術がなされ、これには成功した。王は体の激痛に耐えながら闘病生活を続け、夏頃には一時回復したが、11月10日、 そのまま名古屋にて隠しした。王公館に勤めたほど西園の記録によれば、見舞い客としては、東条秀樹、この絵踏みまろ、石渡宗太郎、青木和夫、小倉正常、杉山本、小磯国秋、安倍信幸、芝山金四郎、高級、厚紙、アモウェイジ、茂光葵、松井拓郎らの名があり、中国人では、家族のほか名民しみ、周福海、再土買 公文、カタヘキラが見舞った。最後の見舞い客は、大陸浪人として活躍したアジア主義者、宮崎東天の長男、宮崎隆介であった。ありがとうございます。